こんにちは、奥園敏子です。今日は豚肉と長ネギの重ね煮を作りたいと思います。今年ね、なんか長ネギが豊作なんでね、もう長ネギたっぷり食べられるレシピ紹介してくださいっていうコメントをいただいたんですよ。それで今回長ネギをたっぷり食べられるレシピです。豊作なんでね、長ネギがね、もういっぱい余ってるそうなんですよ。なのでね、たくさん食べることによってね、まあ、農家さんを応援するっていう意味もありますし、安くて美味しい長ネギを食べられるっていう意味では私たちも幸せなんですよね。長ネギっていうとね、健康を良くしてくれる効果があるのでね、体も温まりますし、腸内環境にもすごくいいんですよ。そういう意味ではね、たっぷり食べることによってね、もうみんながハッピーになれるレシピです。では作っていきましょう。材料です。まず豚肩ロース切り落とし、醤油、片栗粉、これでいつもの奥園流の下味です。今回の主役、長ネギ、生姜、味付けとして醤油、みりん、お砂糖、炒めるのにごま油を使います。では長ネギを切っていきたいと思います。今回ね、すごい立派な長ネギでね、1本でね 150g ぐらいありました。なのでね、2つで 300g ぐらいです。豚肉が 150g なのでね、豚肉の2倍量ぐらいあります。今回は長ネギたっぷりめになっています。ですからね、もう少し細いネギを使わはる場合やったら、2本よりもっと多めにね、3本とか4本にしてもらってもいいかと思います。では切っていきましょう。で、これすでに洗ってあります。これ洗ってあります。で、ね、このところ落としてね。でね、煮物なんでね、こうブツ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 って切っていってもいいんだけれどもね、斜めに切った方が火の通りが早くって柔らかく煮えるのでね、斜め切りです。こんな感じでも、斜め切りって言ってもあんまり薄く切ったらね、食べ応えがないので、まあ 1-2cm ぐらいかな、長さっていうのかな、で切っていきます。こんな感じで、ちょっと食べ応えのある感じですね。ここまでいったら、ちょっとこういう風に剥がしてもらってね、そしたらね、こういうところにゴミがついてたりとかするので、ここまで来たらここでこういう風にバラバラにして洗ってください。そしたらもうここで綺麗になりますので、そしたらこれでまたここを斜めに切っていきますね。でも今まで何回もやってますけど、この青いところね、ベータカロテンとかカルシウムとかもたくさんあるのでね、もう捨てたらもったいないです。一緒に煮ればね、すごく柔らかく食べられますのでね、ぜひ一緒に煮てください。ではもう一本も切っていきます。これで長ネギが切れました。では調味料を合わせておきたいと思います。お醤油にみりんとお砂糖。今回ね、ちょっとね、関西風のすき焼きっぽい味に仕上げていますので、お砂糖入れましたけれども、甘いのあまり好きちゃうっていう人はちょっとこの砂糖の量加減してもらってもいいかと思います。しておきます。これで合わせ調味料ができました。では豚肉に下味を揉み込みたいと思います。これはいつもの通り奥園流の下味です。これね、もう皆さん覚えてくれはってね、奥園流下味やってますっていうコメントね、たくさんいただきました。ありがとうございます。ね、これ本当ね、下味しとってもな気がしますけどね、下味つけとくと本当味がぶれないのでね、ぜひぜひこれやってください。じゃあいつもの通りやっていきます。でね、肩ロース切り落としなんでね、今日のは案外もう短いかな。近かったらね、もうね、切らなくてもいい。ハサミ用意したけど、切らんでも、今日のはちょっと短いかも。ハサミで切らなくても大丈夫そうです。そしたら、ここに片栗粉とお醤油で揉み込みます。
これで豚肉の下準備ができました。ではフライパンで炒めていきたいと思います。いつもの通り水滴技、フライパンに水を入れて火にかけ、この水がなくなったら熱くなったというサインです。ではごま油で炒めていきたいと思います。では豚肉から、今回は豚肉をしっかり焼いていきます。この焦げた香ばしい香りや味わいも美味しさになっていきます。色がきました。そしたらここでほぐします。さあ半分ぐらい、まだちょっと豚肉生ですけれども、固めに焼き色がつきました。そしたらここでね、ネギも入れていきます。ネギにもねちょっと焼き色つけたいんです。たっぷりですね。さあ全体に油が回ったらここで生姜を入れます。生姜すりおろしです。皮ごとたっぷりめに、寒い時期は生姜たっぷりめがいいですよね。で全体に混ぜたらここで蒸し焼きにしていきます。長ネギの水分だけで蒸し焼きにしていくんですけれども、このままだとちょっと焦げつく心配があるので、お水ちょっとだけ入れときます。大さじ1、2杯ぐらいです。そしたら蓋をしてこれで蒸し焼きにしていきます。まあネギの太さにもよるんですけれども、5分から10分ぐらいだと思います。ネギがくたっと柔らかくなるまで蒸し焼きです。今5分ぐらい経ちましたので中を見てみたいと思います。柔らかくなってますが、ちょっと一混ぜして、もうちょっとかな、もうちょっとな感じかな。ここ様子見ながらね、好みで加熱してみてください。さあ今トータルで10分ぐらい経ちましたので中を見てみたいと思います。こんな感じ、ほら、あーもうクタクタ、いい感じのクタクタ感です。ほら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 、美味しそう。もう見てるだけで美味しそうでね、ネギの水分もいい感じに出てて、ほら焦げつかないんですよね。そしたらここで合わせておいた調味料を入れます。これほら蒸し煮にする前にこれ入れた方が味が染みていいんちゃうやろかって思ったと思いますけどね、最初から入れるとね焦げついてしまう可能性があるんですよ。でね、入れないで蒸し煮にしといた方が心置きなくネギをくたくたに煮ることができるのでね、これ後から入れるのがおすすめです。じゃあここで入れます。そしたらこれで一気に絡めていきます。これでね、今ここで入れてもね、ネギに十分味絡みます。ほら美味しそう。で水分が多かったらこれでバーッと飛ばして全体に絡めてください。はい、こんな感じですね。ほら、くたくたのネギが美味しそう。はい、これで出来上がりです。ネギがツヤツヤ、トロトロ、甘辛い香りで、おいしそう。では早速食べたいと思います。いただきます。もうね、甘辛い香りがね、もうすでにおいしい。お肉とネギ、
ネギだけ食べ、ネギだけ。もうネギがクタクタでトロトロでね、甘い。もうネギね、最高に美味しいです。でね、豚肉と一緒に蒸し煮にしてるからね、豚肉のこの油がね、またね、ネギに絡んでね、そのね、ネギ焼いただけとは違うね、豚肉のね、旨味と油のコクとで、ね、またワンランク上の美味しさになっています。でね、この味をね、何かに例えるとしたらね、すき焼きをした時の食べ終わったもう最後の方に鍋のとこに残ってる、クタクタと煮えすぎた味のしみしみのネギありますでしょ。あのネギの味、すき焼きの最後の方に残ったもう味のしみしみのネギってめちゃめちゃ美味しくないですか。あれです、あれ、あの味がするんですよ。めちゃめちゃ美味しいです。でね、関西のすき焼きの味やからね、関東の人にはちょっと甘いかもわかんないけど、でもこの甘さがね、またね、このネギの甘さとすごい合います。これはもうね、このままご飯にのせて丼にしてもらうのもいい。でね、うどん入れてね、焼きうどんにするのもいい。で、焼きうどんにするんやったらね、この豚肉とネギの重ね煮をしたあのフライパンあるじゃないですか。器に盛るときにちょっと残しといて、そのフライパンの中にうどん入れてガーってあそこで焼きうどんするとね、もうフライパンに残ったあの旨味とかも全部うどんに絡まってね、最高に美味しいと思います。ポイントとしては、豚肉とネギを炒めた後、ほんの少しの水だけで蒸し煮にしたじゃないですか。あそこが大事なとこなんですよ。水を入れずにネギ自体が持っている水分で蒸し焼きにしてるんですよね。だからね、水っぽくなってなくてね、ネギ本来の味がね、ぐっと引き立ってね、もうネギ美味しいわっていう感じの味になっています。で、しかもね、あそこ調味料入れてね、蒸し煮にするとね、焦げつく心配があるんですよ。調味料は後から入れる方が失敗なくできるのでね、そこが一番大事なところです。味をちょい足しするとしたら、私は七味唐辛子と粉山椒です。ちょっと入れます。ネギちょっと取って、ここにね、七味と、これね、辛いのね、嫌いじゃなかったら七味やってください。ちょっと粉山椒、私ね、七味と山椒とか量かけるの好きなんですね。じゃあちょっと食べてみたいと思います。これは間違いない。もうね、ご飯にのせてもガッと食べたい、もうそんな感じの味です。今回は長ネギをいっぱい食べられる料理を紹介しました。長ネギは血行を良くして体を温めてくれる効果とか、腸内環境を整える効果があります。まだまだ寒い時期が続いていますのでね、長ネギたっぷり食べて元気にお過ごしください。今回もとっても美味しくできました。ぜひお試しください。この動画を見て作りたくなったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。